画面の前の皆様、こんにちは。マルベテキューでございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。同調はなし。はい。手札効果についてますね。ん？今なんか草のガサゴソ音すごくなかった。3人分ぐらいいたよ、多分。誰だっけ？ああ、いたかね。で、これ47ですね、多分。ハグハグじゃね、多分。そっちの方がマシか。飛んでくるハグの方がやだわ、正直。よいしょ。ういエースのところがつきそうだ。いた。あ、エンコン。あのエンコンもらってくれ。いやー、なんで。あれでしょ、スカルマーちゃんとの長くチーズした人がオブセッション取るやつでしょ。誰か変わってよ。エンコンやだよ。そうか、ということはあれだな、いざとなったらロッカーインとかだね。あ、オッケーオッケー、変わった変わった、よし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 、いいよいいよ。一番長くチェイスした人が死ぬっていう、そういう単純なゲームだね。やめてけろって。最終盤で追われてたら死ぬんで、身軽ついてんのありかもしれんな。ユンジン気づいたかな、真実に。あれ加算されていくんでね、チェイス時間が。やめにダウンしとく？これオッケーオッケー、向こういなさい、よし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 。自分を助けてきてくれた人を売るっていう、そういう思いのデッドバイデイライトっていうの。
仕方ない、怨恨の前ではみんな等しくこうなってしまうんだよ。つまんないユンジ。エースとフェンミンが割れてないから、もしあるんだとしたら通天前に通天前にだね、まあ、ダウンしてもらって釣られて、でそっから通電させてゲート開けてみたいなのなくはないよ。まあもうダウンしちゃったんだけど、いたか。あとあれなの、私あの光をもたらすものでエンブレム評価高いの取らないと、アーカイブがあるんでね。だから通電したらトーテム壊そうかな。どうせ怨恨なんでどの道、今ここにいる間にもうやっちゃって、もう逃げてもらおうよ、それがいい。治療とかしなくていいんじゃない。大丈夫大丈夫、ロッカー隠れとかなくて大丈夫。ワンちゃんこれミンちゃんに、あーでもユンジンじゃないわ、ユンジンじゃなかった、セーフルじゃん。私に移る可能性は大いにあるんだよ。びっくりはするけど別に飛んでこないから。ここで怨恨のセーブルが開けに行っている。今エース割れてるのはね、非常に都合がいいですね。チェイスほとんどしてないから映んない。ミンちゃんもさすがに映らんと思うけどな。どっちが開いた？そっちか。あ、そっち開けてくれてる。やばい、大丈夫。開いた。いやこれ解放とかあればな、最高だったんだけど。セーブル出はうま。あとほんで今ライトじゃ消えません。
張れミンちゃん。私、ミンちゃんもどうだろうな、結構さっきもチェイスしてたし、ちゃん映る可能性はある。さっきのロッカーイン結構ねありだったと思う。結構溜まってたと思うんで。あー逃げれた。オッケーオッケー、みんな仲良くエンコンルーレットかわしていったね。私とセーブルだけだった。お伏せになった。必要な狩りだ。リメンバーミーまでついてる。あーなるほど、完全にあのルーレットコース最後にオブセを起こす。それから全員脱出できたのは良かったんじゃないでしょうか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。